久保越えのヤバい逸材。かつてはバルセロナのカンテラ、下部組織の入団テストに日本人で初めて合格し、幼少期から注目され続けてきた久保建英。その後も J リーグで経験を重ねると、これまでに乾隆、清水エスパルス、柴崎岳、鹿島アントラーズ、岡崎慎司、シントトロイデンなどといった選手が挑戦してきた世界最高峰のリーグ、ラリーガでプレー。なんと18歳という若さであの絶対的王者レアル・マドリードへ移籍。そこから様々なチームで成長し続けて、昨シーズンからレアル・ソシエダへ移籍。入団当初から得点を重ね、チームとして10年ぶりのチャンピオンズリーグ出場に貢献。また個人としては日本人初となるラリーガの月間 MVP を獲得するなどと、日本人にとって狭き門をくぐり抜け、圧倒的な活躍で今ではラリーガを代表するウィンガーまで上り詰めた久保建英。今回はそんな久保を超えるような日本人の逸材を、現在ユース年代に所属している10代選手を中心に5名紹介していきたいと思う。高橋センダゴルタニコ。2005年にスペインで生まれ、アルゼンチン人の父と日本人の母を持ち、13歳の頃からバルセロナのカンテラでプレー。当時は久保に続く日本人として2人目のバルセロナ入団に日本では大きな話題となった。ポジションは左サイドバックやサイドハーフが主戦場。そんな彼の武器は幼い頃フットサルをやっていた経験を生かした足元のテクニックや左足から繰り出される正確無比なパスだ。特にキック質に関してはプロ顔負けで、1試合を通して彼のサイドからの足元へのパスや背後へのパスは常に攻撃の起点となり、そのパスは相手にとって脅威となる。また16歳で U19 日本代表に招集され、その際も彼のキック精度に周りをうならせた。代表活動に関しては日本代表だけに限らず、2021年には U16 スペイン代表に招集されたため、日本代表とスペイン代表、さらには父親の故郷でもあるアルゼンチン代表、この3カ国の代表権があり、彼自身が今後どの国の A 代表を選択するのか注目となっている。現在はバルセロナのカンテラの中でも最上位に位置するフベニール AU19 に所属。そこに至るまで彼は16歳にしてフベニール B に飛び級で昇格したため、現在はチームの中心選手として活躍している。今後はもちろん、最近ではガビやラミンヤマル、アンスファティのようにバルセロナのトップチームへ昇格してもらいたいのだが、そう簡単にはいかない世界。まずはバルセロナ B へ昇格できるかどうか、またはシャビ・シモンズのように他国で才能を開花し、そこから経験を積み、スーパースターへの階段を上がっていくような形もあり得る。代表、クラブの両方を通して彼がフベニール A でのシーズンを終えた後、どのような選択をするのかは楽しみである。彼の今後のさらなる成長に期待していきたい。前田波動寺へ。香港で生まれ育った前田は、2歳からサッカーを始め、12歳になった頃に父親の出身国であるイギリスへなんと単身で渡英。当初はイングランド2部のブラックバーンローバーズの下部組織に入団する。右サイドバックを得意とし、過去に中盤やセンターバックでプレーしていた経験があるため、複数のポジションをこなすことが可能。日本でのプレー経験に関しては一切なく、若くして単身で他国に行っていることから、彼の存在が知れ渡った当時は異色の逸材と言われている。そんな彼の武器は長友佑都のような、ここぞという瞬間のオーバーラップと守備での貢献度、またその際の運動量を生かした上下動には素晴らしいものを持っている。さらには攻守においてパワフルさもあるため、ハーフではあるが日本人離れしたダイナミックなプレーが特徴だ。そんな彼だが、日本ではほとんど認知されてこなかったものの、2022年に U19 日本代表に初招集。ちなみに彼が目標としている選手は現日本代表プレミアリーグのアーセナルに所属する冨安健洋だ。同じサイドバックであり、同じイングランドでプレーしているため、冨安から学ぶことは多く、毎週のように彼の試合を見て勉強しているのだそう。現在は2021年にブラックバーンの U18 チームに登録されていながらも、 U23 のチームで飛び級デビューを果たし、その後も順調に成長を遂げた前田は2022年7月にブラックバーンとのプロ契約が発表された。彼も多重国籍のため日本代表以外の選択肢もあるが、前田は自分の心は日本にあると公表するほど日本に対しての思いがある。また彼のブラックバーンとの契約が切れる今年6月にどのようなチームへ移籍するのか、それと同時に彼の今後の飛躍に注目していきたい。チェース・アンディ。
アメリカ人の父と日本人の母の下で生まれた187センチの日本では大型ともいえるセンターバック。高校時代には少子高校や世代別日本代表で活躍。その頃からドイツやオランダのクラブの練習へ参加していたそう。その後も彼のポテンシャルの高さから国内外のクラブからの注目が高まり、複数のクラブは彼に対して興味を示す中、高校卒業後の2022年4月に、かつては現在日本代表でイングランドの名門リバプールに所属する遠藤航がいたチームであるドイツのシュツットガルトへの入団が発表された。そんな彼の武器は生まれ持った背の高さやフィジカルのみならず、スピードや細かな動きも兼ね備えており、センターバックを得意とする彼だが、守備面では広範囲をカバーすることができる。その実力は元日本代表の内田篤人が U19 のコーチを担当した際、とんでもない化け物と称賛。だが驚きなのは、3歳で渡米し9年間テキサス州で過ごしたアンリは、中学1年の夏に日本へ帰国。アメリカにいたためバスケットボールに対しての憧れもあったそうだが、なんと中学で初めてサッカーを始めたのだ。また現在のセンターバックというポジションもサッカーを始めた頃からではなく、当初はセンターフォワードでプレーしており、中学の途中で転校したそうだ。さらに日本語も一切喋れなかったが、驚異的な速さで習得した。ここまでの逸材は基本的には幼稚園の頃や小学校低学年からサッカーを始めているイメージがあるが、中学で初めてこのクオリティは才能としか言えないだろう。彼自身が目標としている選手はリバプールのファンダイクで、1試合を通して数多くの仕事をこなす姿勢は彼のお手本となっている。久保英治。近年久保建英の弟でレアルソシエダの下部組織に所属していることから注目を集めており、本チャンネルでも何度も紹介したことのある逸材久保英治。神奈川県川崎市出身で、2007年生まれの現在17歳。兄と共に4歳でバルセロナに移り住むと、横浜 F ・マリノスの下部組織で経験を重ねた英治は兄のレアルソシエダ移籍を受け、一緒に渡世し、同じレアルソシエダの下部組織のトライアウトに参加。高い評価を得たものの、 FIFA の規定により公式戦での登録はできないため、所属はしているものの練習試合などのみという形で入団した。当時は兄の久保建英の影響もあって入団できたのではないかと言われている。ポジションは主に中盤で、その中でもボランチを得意としており、兄と同じように足元の技術はピカイチで、ボールを失わないプレーは非常に長けている。そして守備での貢献度も高く、ボール奪取時とボールキープ時の体の入れ方と使い方がうまく、フィジカルも強いため、自分より身長の高い選手に対してもものともせず当たり負けしない。パスの精度やゲームを読む力は17歳とは思えないほどにレベルが高く、ラリーガで3本の指に入る育成力の高さを誇るレアルソシエダの下部組織でも入団当初から存在感を発揮している。兄の建英とはプレースタイル、ポジションが違うからこそ、スペイン国内、日本国内で注目が集まっており、周囲からはもちろん、レアルソシエダのトップチームでの共演を期待している声が数多く上がっている。またスペイン紙ムンドデポルティーボは、入団して間もないエイジに対して、兄の竹に次いでレアルソシエダ史上2人目の日本人選手になる可能性が脅威だ。竹の弟は16歳になったばかりで、兄はラリーガで偉大なスターの一人に成長する一方、彼の愛する弟はバスクのカデーテで第一歩を踏み出し始めたと他の現地紙でも取り上げられ、今後を期待させるコメントが多数あった。現在はフベニール B のカテゴリーに所属しており、チームの主軸として活躍している。今後はまず来シーズンにフベニール A のカテゴリーにステップアップして、そこから B チームを経由せずトップチームで兄との共演をするのが理想だが、他のラリーガの下部組織へ移籍する可能性もゼロではないし、ラリーガではなくスペイン3部2部で経験を積むという選手もこれまでに多く存在し、それが主流である。また兄との代表での共演にも期待していきたいところだ。今後の彼の成長には目が離せない。ケンタ・バンデラヨシダ。先日自身初となる U16 日本代表に選出され話題となったケンタ・バンデラ。日本人とスペイン人の両親のもと、2008年4月10日大阪で生まれた。現在は父親の故郷であるスペインセビージャのとあるクラブの寮に住んでいる。もともとはスペインの南部ロスバリオスに住んでおり、サッカーを始めたのは7歳頃、地元の AD タラギージャというチームでキャリアをスタートさせた。彼に転機が訪れたのは13歳の頃、セビージャの名門
レアルベティスからスカウトがあり入団。その後現在に至るまで約3年間スペイン屈指の育成機関で経験を重ねている。驚きなのが現在プレーしているカテゴリーだ。今シーズンはレアルベティスのカデーテ、中学生以下のカテゴリーで登録されているが、実際は飛び級でフベニール B のカテゴリーでチームの主力として12試合に出場。スペインのユースカテゴリーというとレアルマドリードやバルセロナといったクラブを想像すると思うが、レアルベティスの所属するアンダルシア州のユースリーグはセビージャ、カディス、グラナダ、UD アルメリアといったラリーガのチームの下部組織が最も多く集結しているリーグなため、スペインで一番リーグレベルが高いと言われている。そんなリーグでケンタ・バンデラは15歳ながら3歳も飛び級でレアルベティスユース B の主力としてプレーしているのだ。彼のプレースタイルだが、チーム関係者によるとポジションはセンターバックでサイドバックもこなすという。15歳とは思えない身体能力とサッカー IQ の高さが武器で、年上相手にもフィジカル負けせず安定したプレーでチームをそこから支える。また得点感覚にも優れており、ヘディングも武器である。彼が日本代表でどのようなプレーを見せてくれるのかも注目だが、クラブではこのまま行くと間違いなくレアルベティスユース A に昇格するだろう。それが仮に来年だとすれば、彼は17歳、トップチームではカンテラ出身の才能のある選手が重宝されており、メンバー入りやデビューもこれまでに多くあった。彼が日本で一気に名を広める瞬間が近頃やってくるかもしれない。クラブ内では宝石と称賛されるケンタ・バンデラ、日本の血を持つ天才に今後注目していきたい。いかがでしたでしょうか。現在は SNS の発達により日本国内では知れ渡っているような選手も多数いますが、若くして久保建英のようにヨーロッパの下部組織でプレーする選手が他にも多く存在します。今後もこのような選手が増えていっていくことを期待するとともに、将来的に彼らが世界のトップで戦い日本代表を支えて強くなっていってくれることを願うばかりです。他にも皆さんの期待する久保建英を超えるような選手がいたらコメント欄で教えてください。以上、久保建英を超えるヤバい逸材たちの紹介でした。今後も海外サッカーに関するホットな情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。